ナスロープウェイのゴンドラナスロープウェイは、栃木県ナス郡ナス町にあるナス岳に係かる作動の一つで、ナス岳の峰の一つであるチャウス岳の山頂付近と山麓を結んでいる。設置及び運行事業者は東の交通であったが、経営統合により2018年10月1日以降は関東自動車の運営となっている。ナス岳の主要な峰の一つであるチャウス岳は、 現代においても西斜面の加工から噴気などの活動が続いており、平野部の多い関東地方では数少ないかつ火山である。また、那須高原に属するその麓には、摂生石や那須温泉郷などの観光地を有している。那須ロープウェイは茶臼岳の東斜面に架か,かる作動で、茶臼岳の7号目、栃木県道17号那須高原線沿いに位置する山徳駅から9号目にある 山頂駅までを結び、ふもとから山頂や河口へのアクセスを比較的容易にしている。なお、本作道と同様に、那須だけの3階にかかる作道であり、北東側に位置するマウントジーンズスキーリゾート那須の作道が、スキー場施設の一部として運営されているのに対し、本作道は純粋に観光登山客向けの作道であるため、12月1日から、 翌年3月中旬までの陶器は運休となる。チャウスだけは特に強い風が吹き荒れることがある山だが、2002年以降に運行されているゴンドラには、強風時における安全性を測るための精神装置が搭載されており、ゴンドラの設計、製作を手掛けた日本ケーブルでは、この装置を搭載した高層式ロープウェイは世界初であるとしている。 ただし、強風や雷などの悪天候の際には、運休となる場合もある。山麓駅、山頂駅、山麓駅、山頂駅、栃木、県道17号那須高原線沿いに位置しており、マイカーでの乗り入れが可能である。バス路線とも接続する。チャウスだけの9号目、那須だけの東側を一望できる位置にある。なお、 山頂までは40から50分程度、西斜面の加工までは30分程度、足場の悪い斜面を歩く必要があり、ナスロープウェイの公式サイトでは、ある程度の登山装備の用意を推奨している。ありがとうございます。